こんな感じでやりましたとか、こんな分析しましたっていうのを、そうですね、1人5分ぐらいで簡単にシェアできるといいのかなと思ってます。一番手やりたい方いらっしゃいますか？早めに終わらせて楽になりたいじゃないですか、そういう感じで。指名するしかないんじゃないですか。指名するとなると、じゃあ最初副代表で。聞き気がしたんですけどね。はい。じゃあそうなりますよね、ここはね。なるほど。はい。よろしくお願いします。あのバチッと場を。場を。肩立てて。よいしょ。立った方がいいですよ。座った方がいいですか？座った方がいいですか。はい、座ります。はい。柴田です。で、今回は、データ数がかなりあってですね、処理がなかなかこうしんどいということもありまして、かなり手を抜きました。で、どんな感じにやったかと言いますと、前処理のコードを作ってあげて、で結局いろいろやってみたんですけど、結局使った特徴量が、1週間の曜日をダミー変数化したやつと、あと、PD ディストリクトっていう全部10種類のなんかパークとか、そういう情報が入ってるやつをダミー変数化したものと、あとXY 座標ですね。ここの、イオ経度のところをの、計19次元の、特徴量を使って、識別器に投げました。で、実は、もっと細かく分けて、例えば曜日別の識別器とか、場所ごとの識別器とかを実は作って見ているんですけど、残念ながらですね、絶賛学習中ということで終わってないので、シングルなモデルの結果だけ報告します。で、シングルなモデルの方は、ケニアレストネイバーと、ランダムフォレストを使いました。で、ケニアレストネイバーの方の K の値は10で、でランダムフォレストは、K を10個を用意してますね。こちら右側はこれランダムフォレストを使ったコードですね。まあ、別にサイキットランで組んでるんで、もう全然やってる感出てないんですけどもそんな感じで、やりました。で、最終的な、でケニアレストネイバーと、ランダムフォレスト両方とも、サブミットをしてみまして、結果的に結果が良かったのが、ランダムフォレストの方でした。で、ちょっと待ってね、これはどう、結果を出したいんですが、結果は向こうのウィンドウに行ってくれないので、じゃあしょうがないですね。こっちの方だけ、あれ、なんでよ、これ映ってないです。あ、すいません、なんで映ってないかな。これがフルウィンドウだから映んないんですね。失礼しました。で、結果が出ないですね。これが、ケニアラストネイバーの時のスコアになります。だいたい 27.3 と、もう大変ボロボロなスコアですね。2000人ちょっとのうちの1900位というスコアでした。で、いや大丈夫ですよ。ちゃんと
ランダムフォレストの方はもうちょっとマシな結果が出まして、ランダムフォレストは、こんな感じですね、26ぐらい、だいたい 1.2 ポイントぐらいスコアが上がって、1700位というぐらいの感じになりました。結果で112人分ぐらい上がったのかな、はい、ですね、はい、でこれがまあラストの現在のサブミットです。はい、ありがとうございます。まず、新数読んで、犯罪のカテゴリーを予測するってことで、まあ、パイチャート作ってみて、与えられたトレイン用のデータは、まあ、セフトとか、アザオフェンスが多いなとかってあったりを見て、まあ、当然あと、まあ、皆さんあれですけど、基本は時刻と場所しか、インプットがなくて、まあ、サンプルの方も時刻と場所があって、まあ、そこからカテゴリー予測しようということで、まあ、まず場所で切ってみて、場所と犯罪カテゴリーで、ね、まあ確かに、盗難が多い地域もあるし、テンダロインとか、まあ、あのサンフランシスコでも麻薬が有名だという地域ですが、確かにトランプが多いねとかってあたりを見て、まあ、あと時刻を12分割して時刻ごとに何か特徴がないかっていうのを見て、まあ、なんとなく特徴はあるんだけど、まあ、それでもほとんどのケースでは1位と2位はそんなに変わらないなと思いつつ、とりあえずこれを、ディシジョンツリーに突っ込んで、結果を出してみましたというところまでです。これ可視化何使ってるんですか？グラフはこれはシーボーンですね。綺麗です。そうですね、 SNS だとシーボーンです。シーボーンははい、まあ、マットプロトリームのラッパーですが、はいはい、割と手軽に書けます。はい、なんかパイチャートとかは書けないんですが、はい、こういうバーチャートとかラインチャートはシーボーンの方が割とオプションが直感的です。すいません、お粗末でした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。前処理は、アワーとデイとマンスとイヤーとデイオザウィークをそれぞれ入れてやって、でアドレスも一応使ってですね、多分あれですね、ちょっとズルして、某会社のサーバーを使ったんで、一応輸送寸断に256個の、アドレスは多分スラッシュで区切られてたと思うんですけど、スラッシュの左右のやつを抽出して、ユニークにしたら多分2000個ぐらいのアドレスがユニークに出てくると思うんで、それのワンホットベクターを作って、さすがにそれを2000列分入れたらメモリ乗んないので、256個の、一番品質の、アドレスを使いました。多分自然言語処理とかやってる人は品質じゃなくて TF-IDF 使えるとか多分ツッコミがあると思うんですけど、ちょっと面倒くさいになりました。しかもこれ実は この情報はあんまりスコアの上昇に寄与してないです。結構その、一番品質っていうことは、はい、全くそのどれにまたはらないやつが結構ある。どれにも、要はその、そうですね、だから多くのデータは、全部ゼロが入ってるって感じですね。で、あとなんだっけな、これはやってんのか、はい、でそれ、それやって、で学習のところは、ランダムフォレストと XG ブーストとエクストラトリーズの3つをスタックジェネラリゼーションっていう手法で2つのレイヤーに重ねて、今言った3つの分類は下のレイヤーで、上のレイヤーでロジスティックリグレッションかというので、その3つの結果を結合するって感じで、詳しくは6月4日に話すんで、聞いてください。っていうのをやって、で、ってやったのが一番よくって、2.66 ですね。って感じでした。で、あと、ちょっとついでなんで、やったけど結局うまくいかなかったやつとして、年ごとに水平分割して、年ごとの予測して最後結合するってやったんですけど、それ全然精度上がりませんでした。あと、縦にも分割してて、97% のカテゴリーが、20個のカテゴリーが 97% を
のデータを占めるので、20個のカテゴリーに分に限定して、で残りのやつはその他で、21番目に多いやつとして分類しても全然精度上がりませんでした。あと、まあ、そんなところか。いろいろ試したんですけど、なんか、なんだろう、オーソドックスにやるのが一番精度が高かったです。はい、ありがとうございました。一番最初に、その辺とかその辺で、このいろんなモデルを組み合わせる、そのスタックとジェネラライゼーションを使って、手分けしてやろうみたいな話をしてたと思うんですけど、まあ、今日最初の方は、宮島さんが書いてたコードを最初読み込むので結構時間使っちゃって、あんま僕成果出なかったんで、そのいろんなモデルをブレンドするっていう手法を考えたときに、こんな風に作ったらいいんじゃないかみたいなやつを最後30分ぐらいでバーって書いたんで、なんか今後そのこの活動を続けていく中でちょっとずつそのこれをブラッシュアップさせていけるとツールとして使えるようになっていいのかなとかって妄想してます。何やるかっていうと、データこれ上から下に行きます。なんでそのそうだな、何か説明しようか。まず青の部分が問題ごとに書き直さなきゃいけない部分ですね。なのでそれを前提にちょっと、聞いててください。まず、ローデータのパーサーですね。パーサーがあります。パースしたら次にプリプロセッサーがあって、でここはその、まあ、ダミー変数作ったりとか、場合によってはそのノイズを取ったりとかっていう、そのモデルに依存しないような、どのモデルに対しても必要なような処理をやるところですね。でここがアンサンブルって言ってるところなんですけど、ここが複数のモデルを組み合わせるところで、1つ目が、データのセグメンティングが必要で、例えばそのスタックとジェネラリゼーションみたいなそのホールドアウトを使うような、ホールドしてこうそれをこうずらしていってみたいな手法、まあ、詳しくは6月4日にあるそうなんでそれを聞いていただきたいんですけど、をやる場合は、それ用のセグメンティングが必要だし、ただ逆にその単純にモデルをばらけさせてその、同じデータで全部学習させてやるような手法であれば、まあ、特に何もやろうとないですけど、まあ、そういうのをまず最初書けますと。で、あとは、モデルごとにそのいろんなモデルごとにその計算学習させてアウトプットを作っておかなきゃいけないんですけど、モデルごとに結構計算の時間とか違ったりするんで、場合によってはマルチスレッディング使って、モデルのコントロールをするというのはこのコーディネーターと言いますね。なので例えばここは、まあ、K ミーンズでもいいし、ランダムフォレストでもいいし、いろいろ考えられると思うんですけど、いろんなモデルと連携させて、まあ、要はいろいろやり取りするというのがコーディネーターです。で場合によってはなんですけど、場合によってはパラメータのグリッドサーチしたい場合があると思うんですね。そうするとグリッドサーチする上でそのアウトプットの評価系が必要なんで、評価系がここにいますという感じです。なんでその、予測した結果が、まあ、要はですね、バリエーションかけてでどれぐらいのものなのかというのを返してあげて、で、まあ、そのグリッドサーチにまた生かすようなことをここでやります。で最終的にアウトプットが出揃ったところでブレンディングですねをやって、最後ポストプロセッシングをすると、まあ、ここはポストプロセッサーといつも基本的に CSV で書き出すとかそういうフォーマット部分になってくるかなってところですね。なんで、まあ、これをちゃんと書くと、理想としては JSON かなんかで JSON か何かで、このモデルを使ってとか、でこういうエヴァレーターを使って、エヴァレーター書かなきゃいけないのか、このモデルを使ってとか、こういうそのパラメーターの範囲でサーチしてみたいなやつを1個書くと、あとはこの辺をちょろちょろっと書いてやると動くみたいなやつができそうですね。なので、ここまでできちゃうと、だいぶ楽なんじゃないかなと。あとは、そうですね、可視化の部分とかに集中できるんじゃないかなと。発展させようと思うと、多分なんですけど、そうですね、プリプロセッシングをした後で、さらに、このデータをそのモデルに突っ込む前に切るっていうところの前に、その絡むをこう、削ぎ落としていくというか、例えばそのこう、相関が高くて、その従属変数とその独立変数をこ うまく見極めて、で、切るみたいなやつって、まあ、自動化できようしようと思えばできると思うんで、その辺を入れると、まあ、さらにやること減っていいかなって感じですね。はい。みたいなことを宮島さんのコードを見せてもらいながらちょっと考えてました。ちょこちょこできたら楽しいなと思います。以上です。じゃあ、とりあえずですね。
なんか、あんまりこういうのやったことなかったんで、まずパンダっていうのがあるっていうのを知って、それから読み込むとこからやりました。で、まあ、カテゴリーを予測しろってやつで、空間相関のデータと時間相関のデータと、なんかワンオブ系っぽいとその他のデータがあると。で、とりあえず最初、ちょっと、なんかすごい解像度が出たんですね。そうですね。押せないのか。多分ディスプレイセッティング、これで、あ、それでもいいのか。ちょっとブラウザの方で、まあ、時間なかったんで、論文あったんで、論文からデータ取ってきて、可視化をまずやります。ほう、うん、あ、このデータで、このデータセットのデータセットの論文があるんで、なんか、こういうの使った方が楽なんで。なるほど。で、この論文がやってるのは、はい、すごいなぁ。あ、普通のナイブベイズと、K メアリスティネイバーさっきやったやつと、あとグラディエントトリーっていうところ、多分 XG ブーストでやってるようなやつなんですけど、それやってて、で結果は、あ、でこうデータの可視化もしてくれてて、で結果はグラディエントブーストが一番いいよっていう結果です。別になんかくっつけるとかはやってないです。でこれがなんかグラディエントブーストの結果で、横軸はなんかトリーの数変えていて、まあ、50ぐらいが本当はいいらしいです。振ると。で結果が出てて、でこれ100番以内に入ってないような。今のスコアボードって100番以内に入ってるような結果あったんですけど、まあ、とりあえずこうざーっと眺めて、でなんかこの犯罪の時間って結構相関あるように自分には見えたんで、この時間突っ込んだらいいんじゃないのかっていうのをまず思いました。場所のやつも結構視覚化してくれてて嬉しいなって。で、犯罪の数見ると上がすごく多いんで、全部予測するのって多分死んじゃうんで、まあ、13番目、この辺ぐらいまでいければいいんじゃないのかなっていう気持ちでやろうかなと思いました。で、とりあえず、ネットで調べたら、こういうカグルってグラディエントブーストを使っとけばいい感じの精度が出ますよって記事があったんで、グラディエントブーストを入れようとしたんですけど、なんか環境的に入れなくて、で、いろいろいじったら、ちょっと Python も死んじゃって、プログラムが書けなくなったんで、今度は、Python プログラム使わずに、なんかいろんなネットとかの情報を使って、このデータの可視化と分析できないのかなって思って、で調べたら、なんかカグルって、なんかスクリプトとこんな感じで、なんか他の人が頑張った結果が載ってるページがあるらしくて、アウトプットとか見ると、こう、あるんで、あ、なんだ、最初からこれを見て、まず、なんか、どれに当たりをつければいいかと見ればいいんじゃないのかっていうのを思いました。で、結構ちょっと全犯罪数、曜日数とかあったりとかで、これが結構自分的には面白くて、時間と曜日を多分これ行列の分解してるんですけど、これ見ると結構犯罪と模様の違いが分かるんで、なんかこれコンボリューションにとりあえず突っ込んでみたら分類できるんじゃないのかってちょっと思いました。あ、なんで今度後でやってみようと思います。あのチェイナーをもちろん使ってで、フリーケンシーオブイベントパーカテゴリーとかにも出てて、これも結構なんか相関が出てるんで、なんかこれも使えるんじゃないのかな、時系列で。そうですね。なんで 今のとこ、XG ブーストにとりあえずぶっ込むっていうのと、これをコンボリューションニューラルにかけるっていうのを変えて、ちょっと環境を整えてやろうかなっていう感じですね。あとスタッキングがちょっと後で教えてもらったらありがたいです。以上です。じゃあちょっと私がやりたかったことからまずお話したくて、なんか前回のなんかのコンペでカグルで優勝した人のブログがあったんで、まあ、きっとそれ通りやればいい感じになるんじゃないかなと思って、まあ、この人の参考にやろうと思ってました。で、なんかやっぱりやろうとしてるのはいろんな手法を組み合わせて、その結果なんかいい感じに混ぜると勝ったよって書いてたんで、で、まあ、ここら辺にいろいろ書いてる手法多分使えばいいんだろうなと思って、今回やったのはランダムフォレストと、なんかあと SVM と、まあ、XG ブーストやろうという意気込みで来てましたと。で、来てたんですけど、やっぱり全然処理が Mac でやってて終わらなくて、なんか最適なパラメータ見つけようと思ったんですけど全然処理が終わらなくて、結果としてなんか先週ちょっと一回試しにやってみたところが結果として最後残っちゃって1600位で、
25.6 っていうところ、単純にランダムフォレスト1回何もパラメータチューニングせずにぶっ込んだだけなんですけど、っていうところが結果としてありましたっていうところですね。はい、ぐらいです。こんな感じで、はい。まあ、なんかこういうやっぱブログがいっぱい出てるんで、こういうところ参考にしながら行くと見通しはつくかなと思いました。ぜひツイッターにハッシュタグ付きでそのリンクを。あ、これですか。あ、わかりました。はい。結構なんかディープラーニングとかテラスとかも使いたかったんですけどね、全然そのところまで行けなかったです。やっぱりもうこういう王道のやり方が多分できてるんで、なんかコンペで勝つにはみたいな感じになるかもしれないですね。今日から始めたんですけど、あのまずやったこととしては、あ、目標として、今日1回サブミットしようと思っていましたができませんでした。で、やったこととしては、まずデータ、どんなデータなのかっていうのを確認して、トレイン用とテスト用のデータを見ました。で、何が一番ターゲットを説明してるかっていうのを、検討をつけて、そのデータだけで、そのデータを特徴量として、まず1回サブミットしたいなと思ってたんですけど、できなかったっていう結果です。で、何が一番重要かな、かって思ったかと言いますと、アドレスが一番影響を与えてるんじゃないかと僕は考えていて、こいつの特徴量を作ることで今日は時間が終わってしまったっていう感じです。でもうちょっと詳細に言うと、アドレスっていうのは、2万種類ぐらい、答えが入ってるんですけど、そのアドレスっていうフィールドから、横が2万の、素行列を作りました。で、素行列を作った後に、次元圧縮をしたいと思っていたんですけど、その、処理の途中でメモリが足りなくなってしまったので、その辺でちょっと今日は格闘していた感じです。で、ちょっと僕の PC で、1万行ぐらいのデータを元にして、PC へ実行して、それを反映させるっていう作戦に切り替えたんですけど、ちょっと時間がなくて、そこまで、その結果をストアして終わったっていう、感じになります。以上です。今日やったことなんですけど、まず前処理として、日付とか時間とかのデータを取ってきて、であと、PD ディストリクトの、情報を、ラベル化して、それで、サギトランの、ランダムフォレストに入れたっていう感じです。今、言っただけなんですけど、結果はスコアが26近くっていう感じで、1700位ぐらいでした。以上です。ジュピターって使ったことあるんですか？使ってます、はい。今回使わなかった理由ってなんか？使ってたんですけど、見せるときにちょっといろいろごちゃごちゃやってたんで。あ、なるほど。部長はそういうことか。やってます。わかりました。はなんかカテゴリーと他の特徴の関係を見えるように表示します。最初はこの時間、カテゴリーと時間の関係を表示します。これは曜日とこの時間で表示して、白いは少ないけどと、黒のところは多いですから、この18時ぐらいは一番多いのを分かります。あとは、なんか住所とかの関係もあるだと思いましたですから、なんか地図に、なんか、どのぐらいので、を表示します。これでは、泥棒の
ところでよく、この辺でよく見えますね。あとはこれ線は何ですか？この囲ってあるのは これ、この緑色は多いですね。あ、これは少ない。あ、少ない、うん、あ、なるほど、はい、離れてるやつそれだったんですね、はい、これも、あ、他のカテゴリーはその辺、はい、それまでです、はい、これどうやってプロットしたんですか？これん、まあ、どうやってプロットしたんですか？あ、こういうなんか R の R の、R のそういうのある これのファイル、OpenStreet のマップのファイルがあるので、うん、これをマップで表示して、うん、このマップの上で多分この、その投稿線を書けば、はい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 、すごいできるんだ。なるほどなるほど。すごい。本当が分かりやすい。ありがとうございます。私の方ですと、ちょっともうちょっと、まあ、初心者っていうか、あんまりできなかったので、結局、大したことも、テストもできなかったんですけど、やったこととしましては、こちらのデータの方を表示してみたりしまして、あとは、こちらの方に要素とかの数を書く、イタリアと、いくつかどのようなデータを使っていればいいのかちょっと分からなかったので、いろいろと、こういう、はい、こういうものですと、こういういろんなもので、ちょっとデータとかを可視化してみたりして、どうしようなのかなと今見てたんですけど、あ、これはあまりいいな。あとは、なんですか、それで今、見てて、思ったことしては、カテゴリーとか、こちらの方、この方みたいな、もう以前、見られた、やられた方のなしのやつの中に、あれ、なくなってですね、ちょっとなくなった、見つかなくなったんですけど、カテゴリーごとにどれだけカテゴリーの数とかが、こういったグラフとかのデータがあったので、そちらの方を見て、あまり上位 20ぐらいの方がいいのかなということで、カテゴリーの方は20ぐらいに、上位20ぐらいを要素として取り出して、あと、他のやつをオーダーかなんかでまた1つのクラスで21個ぐらいのクラスで分類を行ったりして、あとデータとしまして、いくつか経度とか緯度とか、あとアドレスとかもあったので、アドレスとかでできるのかなと思ったので、そちらの方を使ってランダムフォレストとか、またサポートドクターマシンじゃないかで分類を行うと思ったんですけど、そちらの方のデータの整形でちょっと時間が足りなくなってしまってできませんでした。結果としては以上です。検査しようっていうのと、あと犯罪はどういった場所に起きるんだろうかっていうのはいろいろ考えたんですね。で、よく犯罪が起きると呼ばれている場所は、例えばその貧困層が多い地域だとか、そのある通りの名前で、ある通り沿いに、こう連続して起きたりするようなものなんですね。それとあと時間によって変化するだろうと、まあ年によって違うかもしれないし、その月によって違うかもしれない、日に、1日に、起きるのも違うかもしれないっていうので、それを言うのを一つ一つ出してみて、それが何、犯罪の傾向と一致するのかどうかっていうのをちょっと見てみましたというだけですね。でこのグラフはこの、Day of the Week だから、週を1週間の時に偏りはあるかっていうふうなのをちょっとプロットしてみたんですが、まあそんなになさそうだと。それに対してなんか慣れてないもので、これ1時間の分布なんですが、じゃあ、
24時間ごとの分布なんですが、その右の軸がその犯罪のカテゴリーで、縦の軸が、0時から24時までになりますと。まあ、こういうふうに見ると、こうまだらになっているので、これはまあいいような感じなのかなっていうので、こういうふうに一つ一つのパラメータを出していったところで時間終了でした。これ色は何ですか？ん？色はその時間ですね。1時とか2時とか。あ、色時間ですか？はい。24色あるんですか、それは。1列に対して、1列に対して。確認はしてないですけど、おそらく。見た感じないですよね。循環しますよね。循環してますね。循環してますね。なのでその色には意味がなくて、意味はなくてその結局そのまだらかどうかっていうのに意味がある。わかりました。ちなみにこの開発環境なんですか？この中でこれなんだろう。あ、スパイダーってやつですね。僕も使ったことないので、よくわかんない。アナコンダの、はい。でなんか。これが有名らしいんですが、僕ちょっと使い方わからないので、あ、うん、そう、今度は Python のディストリビューションを使ったことあるんですけど、この辺のツールを使ったことがあったかもしれないです。はい、スパイダーって、スパイダーとかパイチャームとかってグラフ書けるんでしたっけ？東海の産業ですね、Python の。そうです、IDE です。はい、PyCharm は、Jupyter は一応その、有料版だと、あれは有料版じゃなくて、Jupyter はこう組み込みしてるんですけど、組み込んでて。多分あんな風にこう、マルチウィンドウで見たやつは僕が知る限りないです、ね。PyCharm は。っていう非常に簡単な。RStudio みたいですね、形が。そうですね、そうそうそう。なのにこう、RStudio かなと思ってみたら、Py、ドット Py って書いてあるんですよ。あれ？いや、こんなん見たことないの。そうそう、そうなんですよ。今回はなんか結構なんかまあ、いろんな教師や学習問題だと分かったので、まあ、さまざまな分析手法がありますんだって、徹底義とか単純ナイーブベースの分類とか KNN とか SVM とかランダムフォーラスとかありますけど、問題は結構データのサイズが大きいってことが分かったので、一つ考えてたのは、さっき話して誰かが話して一人が話してたデータをなんかパーティションに分けて、それぞれのアルゴリズムを実行させて、その結果をなんか後でまとめてやるので、それはちょっとなんかいろいろ調べてみたんだけど、ちょっとなかなかなんか時間が足りないと思ったので、とりあえずちょっとなんか作戦を分析から可視化にちょっと変えようと思ったので、調べたら結構、そしてそこで気づいたのが、さっきは誰か話してた、スクリプトは結構、かぐやにもいろんなスクリプトがあるのに気づいたので、ちょっと興味深かったのは、この、犯罪とかで言ってもなんか、結構さまざまな犯罪があると気づいた、があると僕は気づいたので、じゃあ、犯罪をとにかく大まかになんか、いろんな、なんか、2、3種類の犯罪に分けて、ちょっと調べてみた結果、やはりこっちが右側がブルーカラーというなんか肉体労働者向けとかの区別される犯罪とかあって、あとホワイトカラーもちょっとなんか頭脳労働者と言われるなんか区別される犯罪とかがあって、じゃあそのデータそのクラシフィケーションを利用してちょっとなんかとりあえず R でなんか可視化してみた結果、この通り、やはりブルーカラーは結構どこでもなんか犯罪があるということが分かったけど、逆にホワイトカラーはやはりこういう街の中心とか一部の方になんか集中することが分かったので、まあこれはちょっとこれだけ見てもなんか結構いろんなことが言えるとか面白かったので、以上です。これ赤と青で、はい、これ赤と青の青って何やっちゃうんですか？青がなんか中心地という中心って犯罪の中心地ですね、クラスターの。青が、そう、赤が青が犯罪がここで起こりましたという意味で、そのリアルデータが青で、そうで分析してクラスター中心を持ってきたのが赤。はい、ホワイトカラー犯罪の例として
おそらく例えばおそらく例えばなんかそういう結構賃金が高い人が向けの仕事だから結構そういうなんか賄賂とかじゃない賄賂とかそうですね賄賂とかね右上の方に賄賂が詰まってる右上の中心がフィナンシャルセンターと言われて、ね、あのなんか金融とか、はい、金融とかあとハイスタートアップとかハイテク系の仕事が多いところ集まるところですね、うん、これ面白いデータですね、うんその分け方、この分け方面白いです、ね、そうですね、うん、これなんか間にあるやついそうですね卓がどっちなのかそう、ああそう、あとそういうのも結構なんか多分なんか偏りがあり、そういう方もありますね、うん、ちゃんと考えて一択にする人と、うん、何も考えても一択にする人、うん、なんか人口、なんかあれですねこれで、この観点で言うと人口密度とか、その土地のああそもそも土地の地価とか、うん、まあその家賃とか、うん、そういうので、うん、あのおさらにこうフィーチャー足すと面白そうですね。座標化。別のデータを足すというか。そうなんです、ね。すごい。すげえ。そうなんかこれだけなんかすごいなんかこういうハイテクな技術とか使わずでもなんかこんな区別してもなんか結構面白いなと思ったので。はい。ありがとうございます。次は、まあ、もうちょっとだけちっちゃいデータでやりたいなと計算終わらないことが多いんで絡む数が少ないからってあの安心してたらめっちゃ出とかですね動画多かったですね結果、絡む内のそれぞれ結構なんかなんだろう種類が多かったんですよねなんかそうですよ、まあ、1回目はすごい絡むが多くて、うん、すごかったんですけど、ね、はい、というわけではい、ぜひまたよろしくお願いします。お願いします。終了です。片付けましょう。はい、ありがとうございました。